桶狭間の戦いで義元を破った信長は、盟友の家康や長政の協力を得て上洛を果たし、その半島を拡大した。さらに信長の台頭を嫌う足利将軍家を京より追放、盛況を誇る武田や上杉にも勝利し、天下に王手をかける。信長は最後の障壁となる毛利家との対決を控え、本能寺にて援軍編成の指揮を執っていた。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。様、敵方は本能寺を完全に包囲、総大将自らこちらに向かっています。義元、信号、剣心、死してなおこの信長の前に立ちはだかるか。尾張のうつけに天下など釣り合わぬ。真の覇者が誰か思い出させてやらねばのう。この信玄率いる武田こそ最強。格下の織田ごときに天下は渡せぬな。京の都に正しきを打ち立てんがため、清き上杉が不浄なる織田を払わん。案ずるな、貴重。王者相手の戦でお前を死なせたりはせぬ。案じてなどいないわ。あなたの強さを信じているのよ。敵に情けはかけぬ。悔しいが、ここまでか。ここは引くほかあるまい。信長様、お見事です。おお、命にも所望か。失せるがいい。情けはかけぬ。諦めろ。何人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。あなたの輝き、何よりまばゆい。逃がさん。悔しいが、ここまでか。どうした。身の七武者に世の首は取れぬぞ。久々の戦は答えるの。
しばし休むぞ。一人で何ができるというのだ。極めろ。敵に情けはかけぬ。耐えきれ、引かせてもらう。信長様、お見事です。情けはかけぬ。逃がさん。どうした。諦めろ。格の違いを知るのはこれからよ。我が一撃にて払われよ。逃がさん。諦めろ。何人も止められぬと知る。どうした。まずはこれでよい。次の手に備えん。この戦、夢かうつつか、俺が見定めてやろう。侵入はなったな。吉本様のお下知に従い、この寺を制圧し信長を討つのだ。敵の思い通りにさせないわ。橋の手前で押しとどめましょう。さて、戦はどうね。俺はしばしここで眺めさせてもらう。急げ。逃がせ。今川勢に続け。シャリムに突き進み、織田勢を蹂躙せよ。開門。諦めろ。急げ。撃てるがいい。急げ。情けはかけぬ。急げ。敵が次々と。このままではいずれ押し負けそうですね。この状況は一体、信長、大事ないか。我らも加勢する。逃がさん。開門。何をしておるか、この役立たずめが。うぬら、それでも今川の将か。苛立っているよ。かつての吉本はもっと堂々としていたと思うけれど。寺の守りを固めておけ。敵の動きを抑え、押し返すぞ。ようやく十兵衛が来た。小勢で動いては危うい。援軍と合流するぞ。我らのみでこの大軍と戦うは下策。まずは信長様と合流すべきかと。信長も同じことを考えています。急ぎ向かうとしよう。敗北条件変更。武田こそ最強なのだ。死にたい奴からかかってきやがれ。光秀が来てくれたのです。これであの人も力を発揮できるわ。なんだか知らねえが、親父は俺が守る。どうした。敵に情けはかけぬ。我ながら不甲斐ない。倒せましたね。
ですが、勝頼と人柄が少し変わりましたと。へへ、やっぱり親父は最強だ。父上、ご無事ですか。なんと、この敵はどういうことだ。開門。弱き者より払うのが我が戦の情報。あの者らを討ち取るぞ。信忠様が危うい。お支えせねば。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。諦めろ。意地は見せたわ。もうよかろう。見せるがいい。情けはかけぬ。どうした。敵に情けはかけぬ。相手ではなかったか。上杉の清き戦を汚されたわ。弱い者を真っ先に狙うとは常に正道を掲げる上杉の戦とも思えないが、味方の足を引っ張ることになろうとは。ここからは必ずや父上のお役に立たねば。信長、よくぞ持ちこたえてくれた。この明智十兵衛光秀が来たからには。長い、さっさと切り抜けるぞ。よし、いざ参る。任せておけ。承知。信忠様に続け、信長様をお救いするのだ。飛んで火にいる夏の虫よ。どうした。あの者らを先に撃ってやれ。弓兵を出せ。寺の中央を抑えて矢の雨を降らせよ。任せる。で、侵略すること火のごとし、すに細かい策などいらぬ。攻めに攻めよう。返してみる。敵の勢い未だ衰えぬ。承知。ここが正念場よ。押し返せ。承知。信長の行く道を邪魔するなら王者であろうと切り伏せるのみ。十兵衛がたけっておる。ならば俺も奮起せねばなるまい。目につく敵を手当たり次第か。今はとにかく味方の救援を急がねば。やつらしつこく化け続けておるが、王者がよみがえるはずもない。だとすれば承知。何者の企て。必ず暴いてくれようぞ。助けに来て助けられるとは情けなし。さらに奮起せねば。地獄で食いよ。いるがいい。情けはかけ。我は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。敵に情けはかけぬ。力及ばすか。情けはかけぬ。この
信長に亡者の刃は通用せぬわ。敵を承知押し返した。みんなよくやった。攻めきれぬか。ならば動かざること山のごとしだ。受けてばかりでは拉致が明かる。攻勢に転じよ。大将を討ち取るのだ。うつけの分際でこの義元を討とうてが笑わせるでないわ。開門。甘い。まだ義元を気取ってるみたいだけど、やっぱりどこか違うわね。誰なのかしら。直に戦えば奴らの正体も明らかになろう。阻めるものか。フルはなんだか。返して。全て壊そう。虫どもに矢を撃つことなどできぬ。立ててくるの。消えてはまた現れると。やはりこの世のものではないのか。織田勢が翻弄されている今が好機。どうした。炎に巻かれて死ぬがいい。他にも敵が潜んでいたようね。このやり口、どこぞの忍びの仕業であろう。知れ者め、無駄と言うておろうが。何人も正しきを滅することはあたわず。どうした。信長様、ご無事でございますか。極める。久秀、返事を聞きつけまかり越しましたぞ。かの亡者どもは忍びが幻をまとった姿、術を操る者を始末すれば片付きましょう。おう、久秀、大義である。返してみろ。術を操る者を討ち取り、この茶番を終わらせようぞ。で、ある。忍びが相手なら俺の出番だ。仲間を使って術を操るやつを探ってみるよ。任せておけ。承知。とも止められぬと知る。分かったぞ。術を操ってる忍びはあそこだ。承知。見つかっては仕方ない。返り討ちにしてやる。気づかれたか。仕方ない、相手になってやろう。
まずい。これでは正しき術を使えぬ。奴らの術が弱まったようだ。今なら打ち取れるかもしれん。何人も止められぬと知る。押されておるか。術の具合がおかしいの。さて、承知。では見破られたか。何人も止められぬと知る。楽しめたかよ、見つけ野郎。正しきなんざ知るかっての。では死なん、故に最強なのだ。いたぞ。あの忍びを撃てば術は解ける。で、ある。見つかったか。えい、近寄るな。救援とは嬉しきことよ。最強の座、危うしだな。お見事な手並み。あとは亡者に化けていた忍びを撃つだけでございますな。バカなきこと、梅雨のことしな。茶番は終わった。奴らが本物であればさすがに分が悪かったであろうが。信長、楽しんでもらえた。はい、やはりお前の芝だと。桃地三代、吉本、信玄、謙信、彼ら傑物たちをもてあそんだ報い、受けてもらおう。勝利条件変更。こいつも武士の道理を押し付けるバカ野郎どもだった。信長、貴様も同じだ。だからこの俺が全部ぶち壊してやろうってんだよ。ここまでかしら。苦戦、救援攻。これは単なる座教に過ぎねえ。次はもっと大掛かりだぜ。楽しみにしてな。まだ何かあるのか。急ぎ体勢を整えねばなるまい。奴がどう出ようと次で必ず決着をつけてやる。